は、整理収納コンサルタントの新井恵美です。今日は IKEA の購入品5点を紹介していきたいと思います。今回はまな板と収納用基金を購入したんですけれども、いずれも長い間使っていたので買い替えのタイミングで IKEA で購入したものになります。それでは紹介していきたいと思います。まずはこれが何だ、スゴグスタ。まずはまな板スゴグスタアカシア材 35×20cm、 これ999円になります。でこれがですね、ちょっとまだ開けてみますね。開けます。あ、おしゃれ、おしゃれですね。めっちゃおしゃれですね。ちゃんとここついてて結構しっかりしてますね。結構かわいいですね。なんかすごいいいと思います。 35cm×20cm、 まあでもちょうどいいかな。なんか乗せたりしてもかわいいし、うん、よかったです。はい、これも使っていきたいと思います。次がまたまな板なんですけども、マートルストっていうまな板ですね。グリーン、ホワイト、 34cm×24cm、 これ799円です。でこれがですね、なんかこの斜めになってるの分かりますかね。これここ斜めになってるんですけども、これね、置いた時に、あ、そうだね、こっちも斜め、こっちも斜めになってるんで、置いた時にこう取りやすいですよね。こうフラットじゃなくて少し角度がついてるので、すごく使いやすそうだなと思って購入しました。はい、これが799円ですね。はい、次、まな板は以上2つになります。で次が、収納用品ですね。収納用品はもう開けちゃってるんですけど、このスクープボックスホワイト 31cm×34cm×33cm、 これが3つセットで1799円。でこちらもバッグとか入っちゃってるんですけども、これね、ここ取れますか、こうやって取っ手がついてるんで、引っ張り出して取れると思うんですよね。結構いいかな、私背がちっちゃいので、引っ張り出して持てるかなと思うんです。すごいいいかなと思うんですけども、ちょっとねちぎれちゃうかもしれないですね、あんまり重たいもの持つと。なんでそこそこのものを入れるのがちょうどいいかなと思って、あんまり重いとちぎれる可能性があります。はい、今ここにバッグ類入れてます。厳選された一軍のバッグたちがここにしまってあるんですけども、これに全部収まるだけの量にしてあります。はい、これが結構欲しかったので良かったと思います。で使わないときはここにファスナーがありますので、ファスナーをキュッと、あ、キュッとやるとフラットな形になるので結構いいかなと思って3つセットですけど買いました。はい、おすすめです。でもう一つ、ずっとね悩みだったんですけども、このこれは IKEA の、これもスクープシリーズ収納ケース、 44cm×55cm×19cm の収納ケースになります。でこれがですね、リネン類とかその夏用のガーゼケットとかそういうのを保管しようかなと思って、でこれ組み立てた時に、組み立てるっていうのかな、自立するんですよね。でファスナーでしまえるんで、これがいいかなと思って使ってみようと思ってます。はい、これが999円ですね、1個入りです。はい、で次、これもおなじみのスクープボックス6点セット999円。これもですね、ちょっとボロボロになったカゴの四角入れ物があって、それをちょっともう古いんで入れ替えたいなと思っているので、こちらを購入いたしました。
それでは収納していきたいと思います。ここにですね、置きっぱなしになってグズグズになっているのを収納していきたいと思います。メッシュになってます。IKEA の収納用品を使って収納のアップデートをしていきましたが、いかがでしたでしょうか。年末の忙しい時期ですが、新たな気持ちで新年を迎えられるよう、ぜひ物の見直しをしてみてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。素敵生活、新井由美でした。バイバーイ。